始まりました、第4回クラブ AJ プレゼンツトンビ、みんな頑張っていきましょう、はい、イエーイ、はい、第4回迎えました、今日はね、特別ゲストが来てるということで、ちょっと自己紹介の方をじゃあしていってもらいましょうか。はい、大阪のホストクラブ奇跡、社長してます赤根純と言います。大阪の南で、一部の時間19時から、夜中の1時まで営業してます。よかったら見てください。お願いします。行くよ。すごい、大阪からこのために、うん、このために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 自家用ヘリでね、自家用ヘリで、うん、次お願いします。歌舞伎町で、クラブ K というお店社長やってます、坂木修也です。従業員いっぱい待ってます。早っ早っ早っ。いやもうさっき言うとかなんていきなりもう今から面白いよ今から思う話しようって時にいきなり宣伝入れたでも二人ともやっぱ有名人かも。いやそんなことない。なんか知ってる気がする。どっちのことでしょうかね。なんか知ってるんですよ、ね、なんか知ってるよやっぱり、うん、一応社長もじゃあ原え何を自己紹介自己紹介、ね、社長いやそんな見えんの自己紹介じゃあ俺かもしれない、はい、一言言ってて自己紹介一言スッとしてるフリートーク感エグいっすもう全然段取りです。話がもう、AJ で社長やってます。何回目やる塚田です。よしくイエーイどこにやべ、なんか空気感エグかった今。同じくクラブ AJ でちょっと社長ばっかりでね緊張するんですけど、プロデューサーしてます桜修也です。お願いします。はい、クラブ K の社長さんとちょっと修也っていう名前が一緒なんで、まあ、被ってます。ちょっと見てる方はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、いい方の修也。間違いない。どっちがどこが被ってんの？被ってる。分かるよ名前。しょうもないフリ。ない。バー出るやん。今日はね、こういうこのメンバーで繰り広げたいと思います。メンバーで。ちょっと質問で、はい、どういう関係なのっていうのが来てるんで、あなるほどね。まあ言える範囲でどういう、ね、4人で言える範囲で、囲でね。綺麗な方の修也、うん、そう、俺ね、うん、ロン毛の方ね、ロン毛の方ロン毛の方こういうやん。ありがとうございます。ロン毛の方でロン毛の、ロン毛やのにあの朝一布団叩いて騒音バーンと同じみたいなはい、やったはい、やったはい、やった、あかんって言う。はい、そういうのやったから、まあまあ、やったから、まあまあ、そうですね。乾杯しましょう、一回仕切り直しましょうか。はい、はい、乾杯。はい、イエーイ、ありがとうございます。乾杯。よし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 、今日は、トークテーマがありまして、はい、まあ、恋の話、恋バナっていうことをね、うん、あのやっていこうかなと思うんで、まあ、ホストしててね、恋バナっていうのはなかなかね、いろいろあると思うんですけど、もうズバズバ言ってやろうじゃないかと、うんうん、逆になんか僕が今振って後で怒られても嫌なんで、ある人いたらちょっと逆に言ってもらいたいな。全然関係ないんですけど、昨日服一緒ちゃう？そんなそうですよね。昨日服全く一緒だね。言わんと確かに。急遽ね。バー出るから。バー出るの。それ恋バナ、それも恋バナ。恋バナ。恋バナね。なんかありますか？まあよく恋バナって言ったら例えば、うん、学生時代のね。うん、デートの失敗談とか、うん、大人になってからカッコつけようと思ったけど全然カッコつけれなかったりとかいろいろあると思うんで、まあ、そこは一応やっぱり AJ 劇場トンビっていうことなんで、うちの社長からまずちょっと、そうですね、恋多き男ちょっとあれば、ね、ちょっとね、先にエピソードを一つでも出してもらって、はい、まあ、普通の、そうですね、普通の恋かな。はい、僕ね、ほんまにね、車に女の子が轢かれたことあるんですよ何を言うてるの車
車が車に僕が惹かれました。あ、女の子の運転してる車で。うん、うん、女の子、そうえ、ごめんタイプライブ。それは、普通に聞くテンションでいいの？あ、いい、普通に。なんかどういうテンションで聞いていいか分かんなかったから。え、なんか、いや、付き合ってて、あの、なんか、子にくたらしかったのね、俺が。そこはちょっと分かる気がします。なんか分かんない、分かってる。車に普通にバーン、引かれた。憎たらしくて引くっていう。で、ゴロ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 っつって、まあ、60キロぐらいよ、今。いや、バーン引かれて、ゴロゴロっていって、ガードレールにパチンって背中打って、目張った瞬間に、やっぱ好き。いや、全然違う。全然違う。感覚も分からないし。ああ、俺今日クレイジーやわ。いや、クレイジー。まだ分かる。おかしいよね。おかしい。今俺ちょっと失敗したなって思ったもん。最初に振って失敗したなって。最初はあかんよね。最初はここよ、絶対に。濃い、大きい。濃いですか。でもね。めちゃめちゃやっぱイケメンなんでね。いや、イメージやで。はい。冷たいですよね。冷たい。多分ね。あ、女の子に対して。女の子に対して冷たいでしょうかね。思われる。はい、思われますね。でも。なんかでも大した失敗談とかないですけど。まあ、恋をしたうちの8割は振られますよね。僕が浮気をされたりとか振られる側。僕ちょっとなんかあるなんか。イケメンなのにですか？いやいや、そんなことないんですけど。もう毎回そうそう。ジュン君クソかっけーって書いてあるんですよ。ありがとうございます。横に今ちっちゃい声でジュンに向けて死ねって言いましたこの子。横に映ってる人との比較が多分大きい。同い年だ。具体的に一番傷ついた花やつとかないの？いやでもね、浮気ですよね。普通に浮気はね、リアルにへこむのは。過去3回の浮気が3人浮気されたんですよ。もうちょっと自分で聞きますね。何かあるんやろうな。冷たい。でもなんか浮気っていうのその原因じゃないけど、はい、そのなんかいつも言うことも一緒やん。向こう返してくることも一緒ですね。なんて言うの、なんて言うの。いやでもほんま冷たいからとか相手してくれへんからとか、そんなことないですよ。相手っていうのは、はい、その夜の常時的なすごい表現じゃなくて常時的なこともあるんですかね。でも一個前に関してはバンバン言ってましたからね。バンバンっていうのはそれは週で行くと週に大丈夫ですかこれ。大丈夫週に3ぐらい行っとったんですか。えバッティングセンターでも行くんですか。バッティングセンターよりでも週に3でバンバンって言うんですかね。いやえっ何ボケツってるやん。なんか強そうやわ。なんか俺強いっていうより強そうやったんやけどなんか湿ってるもんネット風で湿ってるもん。あー出た。あーそうやって俺をいじる空気に入っていこうとしてね。じゃなくて今掘り込んだ。いや僕のやっぱ性欲がもうねクレイジーですね。けどほらコメントでそういうのをリスナーを求める。なるほど、ね、ギリギリのラインぐらいがちょうどいい。超えてようが超えてまいがギリギリがええからもうやっぱりだからそのワードさえ出さなかったらもうバッティングセンターってして例えていくとかなんかそんなの例えていったらありなんじゃないですか。じゃあ、今回の放送中は、はい、バッティングっていうのをそれにしますか、ね、決めますか。その行為をバッティングってことにしましょう。やったら俺もう思いっきり一回それが始まったとしたらブルペンめっちゃ長いバッターボックス立つまでがブルペンはめっちゃ長い。なるほど。ブルペンはね、見てる人女の子多いんでブルペンがちょっと分かってるからすごいちょっと気になっちゃうからね。ブルペンはブルペン重視。なるほどなるほど、確かにね、確かにね。僕サクサク派なんで、サクサク派。そっこ打ったのかな。もうちょっとちょっとあのバッターボックス来たら肩回すぐらいに OK ぐらい。でもそこが当たんのかもしれない。誰の原因として俺は外でバットにシュッ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 シで、こう予告ホームランして、いざバッターボックス立ったらもうちょろかもしれない。でもね、三振とかないから。あ、なるほど。バント1回だけを思いっきり。それが当たるか当たらんかは、球じゃないか。それはありますよね。
ピッチャーの良し悪しでやっぱバッターも変わってくるんで、いや向こうも心持ちで変わるんですよ、その向こうの投球次第とか、なりますなります、やっぱいいピッチャーに当たった時のバッターのテンションの上がり方はエグいじゃないですか。そうです、ちょっと一個だけ見てコメントで、レンジです、ルカですってあ、それって昔の従業員、あ、すごい、なんかじゃあ見てるからコメントを、しゅうさん僕ですよ、言えばじゃあ見てるからコメント言いますね、はいはい、あかんで、ほんま止めとくけど俺やばいから、俺言ったらやばなるから任せるわ、はい、やったとしたら、はい、俺、ほんま、さっきの話じゃないけどちょっと車で跳ねるレンジは、あの、うち遊びに来てくれます、3人か、あ、そう、そうそうそう、うん、はい、レンジの話はもうやめろ、やめよ、全然面白くない誰か分からん、誰か分からん、誰か分からん、じゃあ戻ろ、はい、最後の終わり、最後の終わりにして、会話がおっさんっていうね、書き込みがあるんで、ちょっと爽やかな、じゃあ爽やか、爽やか、この中で一番爽やかボーイは誰だって言ったら、やっぱり K の社長のシュウヤさんだと思うんですね。どこが爽やかな電話、このガタイで拒食しようよ気使って喋られへん、この子気使って喋られへん、まだなの、はい、やった、店のこの子ね、店の前で丼飯行こう思って、女の子見ながら白ご飯3杯行ってたから何をかずすとんのすごいな、だからまたそっからおっさんになっていくからね、おかずみたいなところから恋の話しましょう、恋の、そうですね、恋愛ので、僕的にはやっぱ結構爽やかなイメージあるんで、うんうん、あ、そうなんだ、ちょっと周谷社長ほんまに爽やかな恋のエピソードをちょっと見てる人に届けてほしいな、東京なんて爽やかなった、いやいや俺、港で女抱いてるいろんなとこね、そうそう、お前、何だよ、違ってたどうすんの、はい、あ、来たな、やっちゃったね、はい、やってみた、はい、はい、3回目、はい、はい、3回目やった、はい、怒られるやつや、怒られる本当に怒られるやつ、削除されるよ、今ここからここスタジオ別なんだよはい、爽やかトークいきましょう、はい、行きましょう、え、君がそらしたちゃんとするね、はい、爽やか、じゃあ分かりました、イラフ問題どう思いますって来てます、なるほど、はい、はい、僕はそれに対してはノーコメントです拾わなくてよかったじゃん、だったら、はい、でもやったらね、いやでも爽やかにね、爽やかに言えば、うん、まあ恋愛じゃないですけど、うん、僕結構気にしいなんで、はい、うん、あ、でもそうですよね、なんかがっつりしてて結構おいみたいな感じっぽいけど、うんうん、結構奥手なので、そうですよね、例えれば、はい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 、ちょっと飲みに行ってる女の子と飲みに行ってる席でトイレ行く回数が多いなと思ったら、あれもう終わりやぐらい気にしいなよ、俺は、わかる、なんかそういうのあるやんでもトイレ行って、それはあのつまんない、つまんないって思ったらいいなっていう、あ、もう今思んないわ俺って思ってしまうから、だから結構気にしいな部分はある、気にせ、いや、まあ、それ気にしますけどね、なんかあるやんか、はい、その、モテない男の特徴みたいな、はい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 、あるやんか、あります、ね、なんかそんなんとかめっちゃ見たまうよ、ね、雑誌とかで、はい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 、はい、職業だからね、そうなになになに、なんかある、なんか、いや、もうさん最高です、ええ、拒食症なの、そうですよでも、普段接してて K にも遊びに行かせてもらったことあるんですけど、それはすごいやっぱ気遣いがすごいなって、僕とかにもすごい気遣ってくれるんで、じゃあね、そのね、イメージほんまは嫌やん、あ、そうなんですか、なんか、ほんま女の子に見えてるんちゃう神あ、書いてほしいけどね、それやったコメントでレディーバーストしてるだけちゃう、なるほどね、彼の中ではモロ男じゃん、確かに、モロじゃん、男感全開じゃん、おばはんを置くあっ、おばはんで思い出した、あ、言ってて、あのね、おばはんだろ、いや、すげえ、違う、ほんまに、うん、すごい話があるんだけど、最近食のたくさんて髪長い俺がね、タクさんっていう人がね、でももう今ではね、昔めっちゃかっこよかった、うん、タクさん、うん、今サラゲ、ぽっちゃりのサラゲ、叩かれんで、そんなに言うたタクさんファンにね、ファン、はい、
まあ、普通にほんなら話戻すけど、ほんまに、いや、おばさんが関連するんやけど、警察官が、普通のサラリーマンみたいなやつが共同不審やったから、職務質問したんやって、うん、ポケットから下着出てきたんですよ、女の子の、うんうん、こいつ怪しいってなって、結局パクられたんやけど、何してパクられたかっつって事情聞いたら、女の子からパクった下着泥棒したやつを顔にかぶせて、下すっぱだかで60歳のおばちゃんのスカートめくりをしてパクられたんや。ごっつい性癖じゃない？最近ですね。いや最近よ。ごっつい性癖やろ。これビビらへん。でもある意味で 60のおばちゃんがなんてことしてくれんねんと。いやだって装備品がちゃうやん、もう人と。すごいよ、それは。今流行りの映画みたいなね。そうですね。それはすごいなと思って、家を、ね、家宅捜索みたいなのしたら、この前の話じゃないけど、バーって家の扉開けた瞬間にブルーシート引いてあって、そこに下着、女性用の下着がバーッ並んで、体育館でやられる。な下着がバーッ並んであって、綺麗にこう並べてあげる。2万点ぐらい。けど、最終的に捕まったのは60のおばあちゃんのスカートめくりをして捕まったそういう人を狙ってたわけじゃなくて、たまたまたどり着いたのがそこやったから。いや、結構だから何でもやってたんじゃない。あ、若い子から若い子から全部を網羅してて、最終的に60のおばあちゃんの下着を、しかもあれ女の子の下着かぶって下はすっぽんで、顔は隠し、顔は見られたくないけど、下半身をさらけ出して、おばあちゃんのスカートめくりをする、なんかスリルを味わいたかったみたいなコメントを残してた。でも、おばあちゃんもめくれるようなスカートある？おばあちゃんのスカート。あんま生足見ないですよね、おばあちゃんのね。だからまあ結構ひらひら系のやつ言ってたのかな、ね。ひらひらのスカート見たことある？おばあちゃん。まあ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 性癖はね、みんなあると思うからね。性癖言う、うん、言うって何だろう。ぶっちゃけよぶっちゃけよみたいな。一番変わってる。これは大阪でも話題に上がることしたらね、いろいろある中で誰が一番性癖おかしいかなって言った時に全然一番会話出てくるね。あ、やっぱりね、デメキ見て自分のおかんのあれみたいだあれって言ったやったあれって私何も関係ないけど、どこに汗るのあの皆さんはどれぐらいのつながりなんですかってのがあるんで、うん、僕は正直深澤社長とまだ知り合ってね、まあ3、4ヶ月ぐらい、正直それぐらいなんですけど、もうでも10年来の付き合いぐらいのね、モチベーションで絶えず毎日2人で仕事してますけど、この小野さんにはもう長いんですよね。いや、どんぐらい ?4 年ほぼ5年ですね。あ、はい、もともと一緒のお店で働いてたんですけど、僕が初めてホストした時に先輩2人でいて、そ最初入った時どう思う？いや、もうなんか怖かったっすよね、普通に。怖いとかホストみたいなキラキラとして、もうオーラがこう丸いオーラとかあるじゃないですか。下の子に膝蹴りとかしてた膝蹴り社長っていうね、机の下から足ね飛んできてましたからね。怖っ、すごいじゃん。いやでも一個言っていいですか、シュエさんと初めて会った時も僕はカウンターでお酒作ってたんですけど、まあ、僕のがいろいろ経緯があって入店は早かった。いや、なんか腹立つわ、お前のそのカウンターで作ってたみたいな、もうなんかかっこええもん。違うカウンターで作らん、もうそこはいいやん。なるほどなるほど、まあええわ、まあええわ。ほんで、初めて会った日に、まあ、僕より入店してたのはちょっと遅かったんです、いろんな経緯で。やのに、もう早く作れや、セットはみたいな。うわ、ホストって怖っ、思ってなんやねん、なんやねんって思うんだよ。そう、3ヶ月は嫌いやった俺、今でもずっと思ってるからね、なんやねんって。いやいや、まあそれもうなくなれもうなくなろうよ。7年ぐらいしとちゃうんすか。いやもうでもね、7年え、だって初めての出会いが、まあその有名なお店で働いてて、はいはいはい、僕が後に入ったんですけど、先に入っとって、まあ毛布みたいなジャンパー1枚で田舎から出てきて、ほんまに毛布みたいな。いや違う違う違う、ほんで毛布みたいなジャンパー着てて、この人気持ち悪い、盛るな盛るな話を。いやいや本気やん、毛布生地のジャケット。そうそう、毛布生地のジャケット。でもそれは絶対一丁羅的なやつだったんだよね、絶対。いやビジネスで一番いいやつで来たよね、絶対。長崎では、いや寒いかな思って、
いや、寒いかな、長崎あったかいかな、こっちは寒いかな。でも、おばあちゃんがジャケット着て、そうそう、素材ちょっとこれぐらいのやつ着ないと東京人に舐められるみたいな気持ちで西川西川の毛布ちょっとエモー企業名出したな。そういや、そんで初めてパッと会った時に、うん、俺、あの、まあぶっちゃけた話ホストの前借りみたいなはいはいはい、うんうんうん、をせえへんって、僕結構堅実なんで、前借りしなかったら、スタッフさんが階段で掃除中に、お前前借りせえやと。いや、でも喋ったことないんやね、ほとんど。怖い喋ったことないのに、嫌な予感しかしないね、これ。前借りせえやって言われて、あ、わかりましたって言って、なんで前借りしていきましたよって言ったら、マジでお前マジでピリくわ、それは。ピッてやって、自分、シーフードヌードル買いました。怖っ。ほんで、食べる麺越しに食べるのれんのようにそうそう、あの1000円まだ返してもらってない。今もう5万ぐらいなんでふっくりで利子してるの。ちょっと待って、コメントでね、これさっきからちょっとあるんですけど、明日告白するんで決め台詞をください。あ、なるほどね。告白の台詞をお願いしますって、明日大事なやつがあるらしいんで、告白の決め台詞、うん、ちょっとなんかあれば、うん、あります。じゃあ一回、じゃあシチュエーションを決めて、うんうんうん、各々カメラに向かって、うんうん、ちょっと告白のセリフをバシッバシッとちょっと、それはでけへんって。やっていきますか、やっていきますか、うん、ちょっと見せて、うん、見たいよな。まあ見たいですね。でも悪、パンで見て悪口わっさやな、俺も喋らない。いや悪口ない、みんな応援してもらえるから。なあ、ちょっと一回なんで、うん、CM の後、うん、告白、はい、します、はい、おのおの告白していくんで、楽しみにしてください。CM お願いします。はい、仕切り直しで、コメントをね、せっかくいいコメントいっぱいしてもらってるんで、ちょっと身内で盛り上がっちゃってね、うん、コメント拾ってなかったんで、うん、コメントから告白の、うん、まあ明日、うんうん、大切なデートがあるみたいな書き込みがあったんで、うん、まあデートの明日初デートで告白すんの？ありなんじゃない、そういうのも。やっぱり早いから、いや、ある程度そのジャブは打ってるんじゃないか、ジャブしてるんかな、ジャブしてて、まあじゃあ仮にジャブを何発かしてるとして、じゃあ明日どうする、どういうステーションにしようか。ほんなら多分どこに行くか分からへんけど、初デートやったらそこそこええ場所連れていくと思うよ。まあベタなディズニーランドとか、ちょっと癒しを求めに温泉行ったりとか、ちょっと違うところ連れていくと思うから、そのまあベタに温泉旅行で行こうか。大丈夫ね、うん、温泉旅行で風呂上がって、寝る前、温泉旅行で風呂上がって、うん、風呂上がって寝る前に告白する。やったらもう決まりやないかやってないのに温泉旅行に行く恋愛してたじゃない、もしかして難しいわ、例えのシチュエーションがおかしいもん。だって俺別に言う、こんなん言うたら変に思われるかもしれんけど、うん、別にじゃあ初デートは観覧車じゃないんだ。そうだよ、で言われてるよ、速攻旅行かよって書かれてるよおかしいじゃん、旅行は。だから君はすぐ旅行しないじゃん。イライラしない、イライラしない、もうイライラしない、もう暴行を加えていいですか絶対観覧車とか映画とかね。それこそ公園とかじゃん。何で初デートで観覧車乗らなあかんねん何するんですか、初デート。初デート、初デ
ートは、お花畑、お花畑に続いていく。で、牛の乳搾りをこうやる。で、ババ飛んでで、牛の乳搾りをこうやってしながら、お前のも。いや、ほんまに、ババアしか喜ばない。それもあかん、ほんまに。ほら、牧場体験最高ですって書いてある。あ、そうなんや。ほら、こういうのはいけんねん。なるほどね。いや、でもね、あんまりしないっすね、意外と普通のデートみたいな。あ、じゃあ逆に、あの、初デートを聞いてきますか、みんなで。うん、あ、最初は初デート。ちょっとじゃあ僕はあの淀川の河川敷です。ごめん、大阪の。うわ、いい。淀川の河川敷にチャリンコで行きました。二人でピクニックみたいなね。え、それは何歳？二人で14歳とか。で、どこ？初デート。初デートしようか。いえ。いや、めっちゃ見えるやん。お前ええよ。ほんまに山。何山や。みんな多分あると思うけど、みんなの、もう全世界共通だと思うんやけど、裏山。あったよ。ないよ。あったよ、裏山行こうってならなかった。学校の裏に、なんか山あってみたいなっていうとこ、うん、裏山に行った、うんうん、あ、そう。いや、なんか、ちょっと似てるわ、俺も。なんか、裏山あった。いや、俺山、山じゃない。てか、むしろ山でしょ。いや、わからないけど。家自体がね、山みたいな。いや、じゃあ普通に俺は初デート牧場やったろ。牧場はないよ。牧場はそれね、ぴょにんと牛絞った後にね。でも、僕やめますよ。そんな感じ。え、あの、山デートは本当に山だったんですか？大変ですね。山だったんですか？デートは本当に山、ほんまに山。それは山に行こうって言ったわけじゃないですよね。じゃあピクニックではないけど、ピクニック行こうみたいな。学校帰りに初めて遊びに行こうって言ったのは裏山学校。うん、あの何を探し、そうだよね。何を探すことないじゃん。いや、それは確かに。人里離れたところでもう、そうそうそう、やばい雰囲気を醸し出してるってこと。どんな山？鳥の花？どんな山を探すみたいな。やめろ。やめろ。誰かどついて。おもろ。どついて、この人。いや、山は普通にあれやん。なんつったらいいの？ハイキングコースみたいなある、ちっちゃい山やん。小学生でも登れるような。そこにこう行こうかってなって、学校帰りが初デート。で、なんでか、それでコメント打ったんやん。初デートのコメント告白するって言ったから、俺もう言うたやん。俺は初デートの告白するコメントを俺もう言うたやん。君のも絞らしてっていうのが。じゃあマジのやつ、マジのやつちょうだいよ。マジのやつちょうだいよ。じゃあどこマジのやつ、マジのやつ。ええ加減。もう早く告白のワード欲しい。じゃあやっぱりいい加減でこうカメラに向かって、まあ、まあ、まずこの子に言うわ。自分で考えて。やめろや、やめろ。なんかアプリない、そういう告白するみたいな。何でも頼ったらあかんやん、そういうの。なんかね、じゃあ、いやでも告白って結構しんみりいく派。俺は昔から決めてんねんけど、あのさんまがドラマに出たとき、さんまさんがドラマに出たときに、ちょっと男らしい感じあるやん、を、うんうん、もうわざ頭の中に入れてるよ、うんうん、なんかこう、好きですパターンは無理やけど、うんうん、こうポケットから指輪出して、なんか大阪人やからね、うんうん、キャラとかもあると思うけど、やるわみたいな、うんうん、こう投げてな、やるわ、モテくれやみたいな、そう、モテくれや、やっぱ好きやしな、みたいな、うん、大阪人ちょっと卑怯やけど、うん、ちょっと関東弁やったらちょっと変な感じになってしまうのかな、ね、多分ちょっと言いやすいよ、好きやねんとか、うん、軽くは大阪弁は言いやすいし、ね、このメンツはやっぱ3人がもう関西人、うん、で僕だけやっぱり関西弁じゃないんで、うん、関西弁の関東はなんて言うの、僕でも、じゃないもん、多分僕はあの初めて付き合ったのが高校1年生なんですけど、その時はそのサッカー部の、僕サッカー部でマネージャーしてる女の子で、うん、まあね、そのマネージャーが3年生の先輩のことがすごい好きで、その相談を聞いてるうちに、うん、なんかこう、あれ AV にありがちな、あれもう一気に喋る気にせた。ありがちですよね、めっちゃ今爽やかな爽やかな物質のやり取りを言おうと思ったのに、いやもうええよ、エグい R18 のやつに何か込まれて、爽やかな物質って何？
爽やかな物質。物質ってさ、えげつない匂いするわけやんか。正味な話。すごい爽やか。あ、でも告白があんの今から。告白、うん、もう言おうと思ったけどもう。いや、それはもう聞こうよ。聞こう聞こう聞こう。喋られへん。なんかごめんごめん。なんか悪いことしたわ。いいよ、爽やかな。ほんで。あくまでもたくさん。だからその、その子に俺は言ったのが、うん、じゃあその先輩との恋が実る間、うん、俺でもいいって言って告白した。なんかどうなったの？かっこいい、うん、そしたら、うん、え、本当にいいのって言って、その日からもう付き合う。ハットトリックはそれってさっきのバッティングに続くやつですよね。やめよう、やめよう、またそれも、うん、意外と女の子で推しに弱いから、その多分好きな人がおってもグイグイ行くのが、うんうんうん、ほんまに好きって言い続けろ、可愛いとか好きって言えば、ちょっと心動いてくれると思いますね、うんうん、そうだね、やっぱり、ね、それはあるね。ある。俺はそのことだって高校3年間付き合ったからね。うん、あ、そう、ハットトリックってこと？え、違うでしょ、絶対オンゴール、オンゴールってこと？あ、違う違う。でもなんか、その塚さん、もうずっとオープニングぐらいから思ったんですけど、その感じが続くのもうええいや、吐けるよ、みんな。やめて。一人置いて一回そこから見ろ、みたいな。普通におっさんも出ると思う。怒って、怒って3人帰りましたんで、僕一人で見ろ。でも、まあ、ずっとね、もうちょっと AJ の社長がふざけてるんで、ここは一発。じゃあ、初めて告白して付き合うじゃん。うん、その初めて付き合った時の、うん、なんかその告白の言葉みたいなのちょっと、真面目なやつ言ってよ。たまには真面目なやつ。いや、僕ね、初めてとかっていうか、初めての恋愛はね、普通に振られたの、告白したの。ああ、そのパターン聞いてないね、そういえば。確かに確かに、いいね。初めて、あ、この女の子むちゃ好きやなって告白して、うん、あのね、中2の時からずっと告白してたんですよ。ずっと断られてて、中3になってやっと。え、中2から、うん、同じ子にずっと告白してたの、うん、ちょっとなんかエキセントリックな感じで。ちょっと執着心が。中3の時にやっと、その女の子の友達、うんを使うっていう方法を、うん、こっすいね。まあこっすいね。あれ、いや、そんだけ好きや。はい。あ、失敗はしたくない。失敗は、いや、もう俺はこの女の子どうしても好きやみたいな感じで。うん、すごい。でもそんな思い続けたことない。その子しか見てなかった。すごいです、ね。それは。え、その子しか見てなかったけど全員気持ち悪いよ、ほんまに。学校中の女の子は。ほんまにその子しかマジ見てなかったな。その感じ続くならもうええよ全員。真面目な話してるよ。真面目な話もうで、やっと付き合えたみたいな感じやから。うん、土管に入りたいから一緒にマリオやろう。はい、そんなに。はい、え、ジュンは、ジュン何がかっこかくですか。うん、じゃあ告白や言ってんねん。ここおかしいから、おかしいからね。まあ、イライラしますよね。なんやろうな。いや、でも手こんなことしたことないですよ。でもほんまに、まあ、車とか乗ってて細胞が少ないんだな。なんのちょっとごめん、本当に黙っててもらっていい。一回ほんと朝、泡盛を多めに飲んできた。泡盛飲まない、こんなんでけへんね。わからんけど、一回真面目に。逆に言うと、リラックスしすぎててね、クレイジーに入ってるもんね、シフトがね。シフトがええやん。もういい、もういい、もういい、もういい。すみません、お願いします。で、ほんで、まあ、僕もちょっとこすいタイプなんで、塚さんに言ったものの、結構いけると思わないとしないタイプ。ちょっとジャンプは打ってます。デートしてくれる時点でちょっと空いてくれるような人としかもうしないんですけど、まあ、それでもしてる最中に俺が彼氏だったらどう、それちょっと気持ち悪いことをどんどん言っていて、まあいいと思う。あー、うわー、やっていい、うわー、全然あかん。そう、思うっすわ、思うっす。でも、振られるの怖いから、そうやって言って、うん、やっぱりいいと思うよとかなってきたら、うん、じゃあ付き合えへんとか、うん、そんな感じですよ。いや、もうダメ元みたいな、要はだから、まあ、できない。左が多いわけでしょ、こう、そう最初から、はい、うん、で右は取っといてるね、ずっとね、これ温存して1ですよ。はい、でも、いや確かにさ、ジャンプ入れるやんか、ジャンプがメールとかで、好きな子おんのとか、そんなんから始まっていくのは分かるけど、その、なんか分かる？分かる、安牌、安牌、安牌、そう、だから肩から見てたら気持ち悪い、自分が、うんうん、すごい、はい、確かに気持ち悪い。でも打率はいい、だから、何？ちょっと気持ち悪い、長すぎる。
率はもう、打率はそうですよね、だからバッティングにはもう、なるほど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 、ダメ元でデートに誘わない、なるほどなるほど、意外にめめしいって書かれてる、そうなんです、意外にめめしいって合ってます間違いない、そう、でも、めめしい、でもそうなってしまうよね、好きすぎてね、多分そうそう、僕は結構逆に行っちゃうんですけどね、ああ、もうガツンと、もう、高校、専門学校に入るんですけど、うん、その専門学生理の専門学校入って、そのジムのお姉さんがちょっと待って、いきなり大人しだと ほんまに反省してんじゃん、反省してるなんか気使うわ、本当に、あ、そう、そのお姉さんに、ジムのお姉さんに会って2回目ぐらい、だから初入学式終わって2回目の登校の時点で、あの、意味わかんないと思うんですけど、デートしてくださいって言いましたね、かっこいいですね、それは本当に、逆に行って、行ってまおうみたいな気持ちで、うん、したら、嫌ですって言ってました、なんか笑とんねん、ナンパですか、ね、笑とんねん、いやでも告白は絶対さ、こう外したらあかんっていうのもあるけど、うん、まあちょっと当たって砕けるかも、楽しみ、いや、それもあります、あります、あります、うん、だからちょっとやっぱり自分に釣り合ってないぐらいの子とかもう逆にこんなん言ったらどうなるんだろうみたいなのはありますね、例えばデートに誘って、ダメ元でデートにしようと、まあ、渋々来てくれて、うん、まあ、ご飯食べてる時にでもいいんですけど、うん、付き合ってください、無理です、そっからどうしたらいいんですか、まあ、頼むって帰れないですよ、え、どういうこと、断られるって、そう、告白してデートにしてくれてる女の子無理ですってなった時のテンションがどうするか、だから朝告白したらあかんよ、デートに行ってな、最後ね、もうプラン組んでんのに、あー、なるほどね、最後に持ってケツ持っていかな、ちょっと雰囲気ようなったら観覧車で行ってまおうは、その後の飯、おじゃん、おじゃんっすね、うんうん、まあでもそこ経済的に考えればね、学生さんとかやったら経済的に考えれば、その前に言っといて、別にもう飯おごらんしみたいな、こすい、いやでも ね、学生さんやったら、まあ確かに確かに、それぐらいは確かにあると思う、だって5人告白したら下手し5万人いるわけですよね、うん、確かに、学生さんがもし見てたらですね、ほとんど同世代、ね、同世代、同世代、ね、なので多分もう学生時代の感覚が多分一緒だと思うんで、今ちょうどデートのね話の流れになったんで、うん、まあデート中のね何を笑ってんの、何を拾って笑ったんですか、つかさ寝てる寝てる、今ちょうどあのデートの話の流れになったんで、まあデート中の失敗談とか、うん、そういうのちょっと聞いていこうかなと、もう今結構ね、ぐっすり仮眠取って元気だと思うんで、うちの社長からちょっとなんかあれば言ってもらえれば、デートの失敗、うん、デートの時の失敗よ、早っ早っ、ほんまに出してよ、ちょっと出して、天才的なデート展開上級デートです、ズバリ、でもそんなハードル上がってたら俺知らないよ、それ振るよ、その天才的なデート展開言ってってことになる、シバグでマジで、いや、ちゃうやん、ちょ、俺ちゃうやん、シバグでマジで、俺ちゃう、こっちやし、マジで言うていい、酔ってきてますよね、なんか分からへんけど、どうしやんほら、もう書かれてるよ、聞きたい上級デート、わあ、なるほどね、もうそれ、なんかそんなイメージない、メールで聞いてこいやなんで片言やちょっとさ、酒飲んで典型的に気を気なさいなってあのね、上級デートっていうかね、多分男って変に女の子をすごい美化しすぎて、綺麗なところに連れて行ってあげようとか、うん、高い高級料理に連れて行ったら、うん、ええやろ、平均やろみたいな、うん、悪くはないやろのところを責めるより、結構ビビらすようなところの方がいいと思うの。だから逆パターンで、俺も心がけてるのは、そういうごっつい、なんかこういろんな経験してきましたは、もう逆、うんうん、逆ね、でしたことない経験をさせるっていう、どっちも、うんうん、あ、なるほどね、逆、なんかだから昔あったのが、普通にあったのが、すごいお金持ちの女の子はカップラーメンを食べるだけで感動するっていうのもあるじゃないね、汚いとこ行くわ、そうね、そう、あの前あのすごいこの男むっちゃくちゃ金持ちの女の子のお客さんにあのね、鳩食べさせてたの、焼き鳥のいやいや笑ってるけどほんまよ、鳩、いやほんまよ、鳩、ね、食わしてたよ、鳩ね、うん、次のすぐ言ってきたもん、これほんまか嘘かも分かる、何々ちゃんに鳩食わしましたいやこれはね、本当なのいやいや、ぶっちゃけそうやんか、うん、山鳩は美味しいから、うん、あのそういうさ、例えばさ、ね、やっぱギャップ感
感も大事だと思う。ギャップ感も大事ね。そうそう、結構だから外にあんまり行かない子とかは外に連れ出してあげることと、あと一緒にいてるだけで、一緒に時間過ごすだけでもう100点は軽く超えてると思うの。だからそこにそんなしょうもない料理とかやったらあかんと思うんや。じゃだからさ、その考え方としてギャップじゃないけど、そのなんかしたことない体験をさせるっていうのがやっぱり一番の思い出に残るやん。ああ、でもそれは確かにありますね。だその考えてくれてんのも嬉しいし、またその一生懸命考えてきましてみたいなのも嬉しいし、だから山場とよね。食べたことないでしょ山場と。あるよ。あ、そんな次それはね、山場とが食べれるお店、うん、ってこと。そう、鳩出してくれるの。そうそう、めっちゃの量。なんかけどそういうのいいよね。けどなんかさ、ほらドラマとかテレビとか見てて、ちょっとさ、高飛車な女の子じゃないけど気の強い女の子って、私にこんなもの食べさせるのとかさ、私にこんなこと連れて行くあんたが初めてはみたいなのを、影響受けすぎてて、ちょっと自分よりランクの高い女の子を見たらそこを求められてるんじゃないかで、無理して空回りして結局うまくいかへんみたいながあるから、別に背伸びせんでもええから、重くそ、給食ついたったんやね、そういうギャップを攻めて。ガチコーンはあんまり逆パターンね。あ、そうそうそう。でも考えるのも、その、なんていうか、簡単な考え方では無理やん、絶対。こんなんしたことあるやろ、いやでもあるかもせえへんなとか、いろいろ考えながら、前の日にゴッツプランを組んでいくっていう、それが向こうに感動。なるほどね。確かに確かに。あれ？あの、なんだっけ？深い？深い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 。深い。なんで今その顔してる？人のやつめっちゃ無視や。だってなんだっけ、高島玲子さんだっけ？髪型一緒やけどね。もう本当に喋る気なくさ。メリット使ってますね。高島玲子さんが結婚した人誰だっけ？高島昇さん。高島昇さん、初めてご飯連れて行った場所が吉野家らしいからね。そうなんや。連れてって、これ何って言って、食べ方分かんなくて、上のお肉全部最初に食べきっちゃって、あれってなったっていう。いや、でもね、でもほんまに言って、確かに、とはなるけど、これ何はおかしくない？おかしいですね。日本ですから、絶対見たことあるし、どこ通ったら食べ方見ちゃって食べんのって、じゃあ下からだよって言ったら、どういう食べ方いすんだよ。でもそれは吉野家、牛丼とか絶対行ったら、ちょっと、生姜とかね、そうそう、最初にちょっと肉少なめでご飯ちょっと多めにいっといて、後半戦肉多めの割合でいったろみたいな、そういう手サイズ考える。なんかホストのさ、ホストしててさ、こう全然お金全然もらわれへん時ってさ、ほんま白ご飯だけ食べに行ってた時とかもあったよ。こんなに金なさすぎて、何食うてええか分からん。俺、おっと、山本君めっちゃあった、うん、めっちゃあった。チャームのかき火、爆食いしてたんだよ。爆食いっていう言葉があるなら、その通り。その通り、爆食いぐらい金なかったから、だからご飯がかきピーかきピーみたいな感じだ。いや、でもそれは確かにあったね。だから、なんか吉野家さえもごちそうだったもんね。白ご飯の上に1個目乗ってて、生姜のかけ放題で、知ってるよ、みんな。みんな知ってるよ、生姜かけ放題やったんや。いや、でも、な基本的にやっぱりその男はあんまカッコつけて知ったかしたらあかんね。あかんすね。あれ一番あかんパターンやな。あ、それ何ワインみたいな。あかんね。あれ一番あかんパターン。もし女がもっと知ってたらもう終わってる。もう終わりや。終わってる終わってる終わってる。もう終わりやな。でもとこ行ってもお箸もらう癖とかつけた方がいい。そうそう。だから店員に来たら俺は絶対心がけてるけど、知らんもんは知らんから教えてくれって言う。じゃないぐらいぶっちゃけの方がそうかっこいい。そうやね、素直よね。素直そう、ね。でも俺は今でもそうだけど、もしそのお店に女の子連れてくって分かったら、あらかじめ1回行くけどね、トイレの場所とか。あ、それはすごいわ。あの店員とかに、僕予算いくらぐらいなんでお任せっていうんで、これとこれ出してくださいって。それはすごいわ。これもそれ言うのないやん。ないやん。ないで俺もないのよ。
もう行き当たりばったりでその場しのぎで、あだこうだ、かき乱して、なんか俺もその結局お金持ってるお客様っていうか、その女の子相手にするからあえてそういうこと、でもなんかそれ2週半してやっぱちゃんとした方がいいなって今俺思ってる。やっぱりなんだかんだやっぱりちゃんとした方がいいな、うんうん、ちゃんとした先にふざけて素敵はあるけど、うん、ちゃんとの向こう側、ちゃんとの足の向こう側があるあるわけよ、要は。なんかすいません、もうほんと、いやでもすごいね、はい、一番なんかモテ男な感じですよね、うんうん、側に自信がないからやっぱそこだけはちゃんとしよう、あ中身男前の勝負、そうそうわかるわ、やっぱ男は売る商売だからね、わかるわ、そこで勝負していきたいよね、だから自分で中身ないもんな、そうなんですよ、いや世にはこんな強豪がおるわけだから、そこに最高をね、どんだけ強豪かここが、いやいやいや強豪じゃなくて強豪ね、強豪ですよ、本当にそう、僕も貧乏してたことあったんですけど、昨日初めてご飯おごってもらいましたから、ね、誰で普通にひどい、そう言うてもここも3回ぐらいですよ、もうなんか血が出る、まあ残り10分ちょっとなんで、はいはいはい、CM お願いします、はい、タイソさん営業中です、はい、シャネ入れるまでシャネ、見直しです、好きな言葉はオールコールです、好きな言葉は出会いです、ウエスティスープフランスコール、おかげさまで僕らラッカーバーも6月で3周年、接客って自分ではなく相手がどう思うか、だから本気で心を込める、来たお客様が心を動かしてくれる、それが一番嬉しい、人に喜んでもらってこそプロの仕事じゃないのかな、仲間もこれだけ集まりました、さてそろそろ感激してもいいですか、はい、もう残り10分なんでね、はい、もうビシビシと、ビシビシと、締めくくりのトーク展開をね、はい、していきたいと、うんうん、まあ、あの恋バナで始まったんですけど、うん、もう脱線脱線で、うんうん、もう無理やり戻してまた脱線みたいな感じで、ね、うんうん、まあでも本当にこの4人で話してると時間経つの早いね、楽しいね、はい、まあ、楽しいね、本当に早い、本当に早い、毎週来たら、いや毎週は来ないね、毎週は来ないし、いやうちもしますわね、うちもこれやって一緒に混ぜてやりましょう、うんうんうん、君はええわはい、ほんならね、残り時間もちょっと少ないんで、ね、まあ、最後ちょっと、まあ、10分ぐらいなんで、うん、まあ、時間的にね、うん、ちょうど、宣伝をね、宣伝をね、お店のね、はい、まあ、2、3分ずつちょっと宣伝してもらって、はい、全然何でも、そうそうそう、求人でも何でもいいんで、求人でも、イベントのイベントでも、ね、イベントとかあればね、うん、場所とかも言ってもいいし、はい、全然言ってください、これですか、うん、これ大阪の、南の心斎橋っていうところで、お店してるんですけども、3月の末にグランドオープンしたばっかりのお店で、キセギってお店なんですけど、お店の箱が100坪ぐらいあります、で従業員が25人ぐらいいてますので、まあすごい新しい、綺麗やし楽しい、広い、有名なお店になってます、これから目指すところはやっぱり大阪一のお店なので、従業員もお客さんもじゃんじゃんちょっと入っていい店にしていこうと思うので、まあちょっと悪いイメージとか取っ払ってホストの、イメージ作っていこうと思うので、ぜひちょっと皆さん来てもらえたらなと、特に今、従業員募集してるんで、大阪でもやってみようかなって思う人、ぜひ来てください、お願いします、ウェーイ、すごい、なんか、ま、まとめ上手、まとめ上手、うん、まとめ上手はとこ上手、うん、ありがとう、はいなんか、昨日の夜考えてきたのか、考えてないけど、すごいですね、はい、続きまして、はい、K の社長には、はい、なんか、俺のもやってくれ、あ、やろうか違う違う違う、はい、あ、どれですか、これ、はい、クラブ K の主屋です。今、歌舞伎町で、新店舗をオープンしまして、まだ1ヶ月経ってないぐらいなんですけども、まあ、仲間と楽しくやってます。で、今からはやっぱり目指していくところといえばやっぱり面白い紳士ということで、まあ、よく喋れる子もなかなかいてるので、楽しくやってるので、
皆さんぜひ遊びに来るだけでもいいので、まあ、男の子もたくさんたくさん面白い人欲しいのでよろしくお願いします。はい、場所はどこなんですか。歌舞伎町のビル名言った、プランド2246ビルです、ね、どんなビルで4階です。4階電話番号か。4階歌舞伎町ですよ。歌舞伎町よろしくお願いします。はい、はい、初回行きますって。初回ですね。いいですね。初回の料金言ったらいいじゃないですか。初回の料金、初回の料金これ見たで、これ見たで、これ見た、見たでビラってやったら1000円なんですけど、うん、これ見た、うん、ってことで、うん、500円おお500円あげる、あげちゃうんですか。あげない。飲みて金もないんで俺行くわ。ぶんどるよ。500円ぶんどられてもね。またよろしくお願いします。はい、よいしょ。社長から、AJ、社長からじゃあ、僕から、うん、じゃあ、僕、じゃあ、これか、プロデューサーのさくらしゅうやっています。おもしろ社長と一緒に、日々ね、いよみそを作ろうと盛り上げてますんで、従業員大募集。今は特典としてね、料金無料とか、携帯代支給とか、賞金 100% バックとか、もういろいろやってるんで、盛りだくさんなんで、不走にね、LINE の ID とか、うん、メールとかもいっぱいあるんで、うん、もうバナーも貼ってあるんで、うん、見てください。本当にいいお店なんで、うん、お願いします。お願いします。いいね。ってことでね、コメントでね、うん、K に行くと山本がついてくる特典ね、無料で、うん、すごいよ、すごい。K は天井に鳩めっちゃ止まってる。ほんまにすごい。ボーシャン鳩よ。ワイヤーブワーッと張り巡らしてんのよ。ほんでワイヤーパッて見たらあとブワーッと待ってるから。いや、どこで拾うんそれ。でも個人的には面白い。で酒飲む時にあなた糞入れんなって。ハトにもうハトのイメージになるやん。やだよ、糞だらけっぽい。まあ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 間違いないです。まああと5分ぐらいですけど、なんか言い残したことがある人いますか。言い残したこと、ね、もうこれだけは絶対に言っておきたいみたいなことは。でもこれ関西も流れてるんですよ。もう全部流れてるんですよ。全部流れてる。ガツガツ言っといたらいいんじゃないか。何を、うん、ガツ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 、あ、うん、なんかね、なんかないの。僕のとこはね、三大特典あるんで、うん、はい、料費、はい、ただ、うん、あ、そう、携帯代支給、はい、ですごい、入店祝い金5万円と、はい、プラス。プラス？何が何？これも来てからの。あとちゃん。あとだよ。来てからね。お楽しみとして。支給みたいな。毎月支給したの。2話まで。まかないで。あと、お給料は初で支給する。そうそうそう。はい、なんかないですか？なんか仕切り出してもらったら主役待たせる。いやもう全然僕はこのメンバーで話せたことがね、いや面白いですね、楽しかったね、東京来たいです、楽しかった。いや面白いね、面白い、面白い、普通にめっちゃ久々に会ったけど、なんか面白い。しかもね、この番組って、こういうトンビのこういう番組ってすごいな、結構レアらしくて、俺らほらあんまりバカ騒ぎしたりとかじゃなくて、どっちかっていうとほらトークメインでやってるから、珍しいらしい。あ、そうなんですか。そうそう、どうなんか、ちょっと一回見てみます。うん、一回見てみて。今そ見てみます。そう、拾うね。喋りが上手いね。多いですね。多い、来てます。来てないよ。結構ね、だからみんな、ほら、俺ら4人ともさ、トークには結構自信あるから、初回来て呼んでくれたら、例えばついてよみたいな言ってくれたら、普通に多分腹ちぎれるぐらい笑って帰ることになるね。なるね。なるね。申し訳ないけど、なるね。申し訳ない。ちょっとでもクレイジーなとこはあるんですね。お店では出してるんですか。うん、出してる、出してる。ガンガン出してる、ガンガン出してる。いや、それがいい。行った時出てたもん、クレイジーだ。それがいいっていう人がおるやんか。いや、けどほら、丁寧な接客も俺らできるやんか、丁寧な、ほんまに接客もできるけど、ベースはこの形やんか。結構よう喋って楽しまして、綺麗にして返してあげるみたいなね。いや、それはね、もう心がけてますから、ね、そう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 、うん、純度もそんな感じじゃないの。そうですね、綺麗に。でも大阪や関西っぽいのもある、まあね、あるあるですね、うん、で東京もっと綺麗なんですか。あんまり笑いとか
あのね、いや、あのね、綺麗な清潔、もともとね、はい、僕、だから東京と大阪働いてみて分かったのは、やっぱ東京はクオリティすごい高い、ほんまにね、うん、綺麗、うん、ほんまに。なるほどね。ただ、あのジュースで例えるなら、綺麗なジュースを飲みたいか、ミックスジュースを飲みたいか、その人それぞれなわけやん。うまいこと言えた。そうだ、そうだ、ね。ちょっと失敗した。いやでもその綺麗なジュースとミックスジュース割って飲みたい人もいるしね。まあそうですね。そういうお店が作れたらいいよね。そうだね。ほんと扉バーンって開けたらいろんな子いて。そうそう。バーン開けたらハトめっちゃおって。ハトめっちゃおって。うわーでもう。もうハトええ。毛がついてもうみたいな。俺の先輩で白ハトを飼ってる先輩でカク君っていう人もなの。それを言って何もしたいの。それを言って前は。いやでもね、楽しいお店はみんな心がけてるの、そうですね、やっぱ関西人が一人おるだけでまたちゃうもん、違う、やっぱりあの僕同業のお付き合い今までしてきた中で、うん、本当に、まあこういう言い方するんですけど、コテコテの関西人、うんうん、っていうと関西人、うんうん、大丈夫、うん、大丈夫、っていなかったから、本当知り合った時に本当に面白くて、本当にその仕事したいと思えたし、あの周谷社長もあの僕バーやって来てくれて、うんうん、ほんと腹ちぎれて泣いて笑ってたの。ほんと面白くて、ほんと大阪人好きだなって。そのうち長崎なんですけど。言っていい？僕神奈川や。あれ？コテコテ違うの？もう分からへん。コテコテ違う？その一番大事な時期を関西です。なあそのなるほど。俺、ね、幼少期と二十歳以降は大阪や。なるほど、10代は長崎こっち抜けてるやんしかも10代って結構大事な生まれから10歳まで大阪で、そっから長崎で23からまた大阪、でも多分長崎感は多少残ってます、残ってる残ってる、いやだからどっちもできる、どっちもね、ほんまに、そうですね、電話してる時すごい長い、何を言うてんのか分からへんもんね、ん、なんか家族と喋ってる、そうそうそう、なんとか、なんとか元気か言うて、そう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 、そんなそんな、そんなあと、鍋食べてたら絶対最後にちゃんぽん麺あげてないやろ、どこにもそんな本当ですか、いや、どこ行ってもやで、どこ行ってもほんまに明らか和食っていう感じで、最後そばとか、なんかうどんや雑炊やって言ってるのに、ちゃんぽんありますって聞くから、ないでしょって、どこでも聞くからちゃんぽん屋やりたいもん、あ、やったらいいじゃん、やれるじゃん、ちゃん東京にあんまりないんかな、そうそう、リンガーハット、うん、とか、うん、そうそう、リンガーハットか、はい、ココイチやったら、うん、ココイチ派でしょもう1分前1分前よ、1分前閉めよ、じゃあ今日はね、はい、大阪から、大阪奇跡社長の淳社長と、はい、歌舞伎町から、うん、クラブ K の社長の周谷社長で、AJ の社長の司社長と、あと自分のね、プロデューサー、さくら周谷プロデューサーでお送りしまして、今日は本当に皆さんありがとうございました、ありがとうございました、またこのメンツでねやることができたらいいなと思います、おのおのね、あのお店持ってるような方々なんでね、本当に初回とかでもね言ってくれたら全然つきますしね、本当に社長の接客スキルっていうのを逆に見に来てほしいなっていうぐらいの、はいはいはい、伝承者やからね、でもう伝承してるもんね本当ね、今日は本当にありがとうございました。また来週もお願いします。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。